え？カービィが10人に？たくさんのカービィを操ってみんなで助け合って大冒険。集めてカービィ。ある日昼寝をしていたカービィは、怪物ネクロディアスが持つ杖の魔力によって10人のカービィに分けられ、次々と倒されてしまいます。一人生き残ったカービィは勇者の心に導かれ、元の姿に戻るための冒険に出ます。一人だと力が弱いカービィは敵を倒すのにも一苦労。でも仲間がいれば大丈夫。カービィはフルーツを食べることで仲間を増やすことができます。2人、4人、最大10人とカービィを集めれば集めるほど強くなります。一人の時、みんなの時、一人の時、みんなの時、一人の時、みんなの時。一人では倒すのが大変な敵もみんなで戦えば有利に進めることができます。カービィたちのアクションはタッチペン1本の簡単操作。タッチした方向にカービィたちを動かすことができます。タッチペンで弾けばジャンプ、敵にくっつけるだけで自動的にやっつけてくれます。カービィを集めればまとめて移動することもできます。その他ダッシュしたり、みんなで障害物を壊したり、タッチペン1本で大勢のカービィを操りながら様々な仕掛けや敵に立ち向かいます。ただしカービィが青くなればピンチのサイン。青くなったカービィがダメージを受けると天使となって飛んでいき、カービィが減ってしまいます。せっかく集めたカービィを減らさないように、回復リングをくぐってピンクのカービィに戻したり、天使になったカービィを助けたりしながら冒険を進めていきます。またゲームを進めていくと遊べるサブゲームも収録。サブゲームはゲーム中にメダルを集めることで遊べるようになります。カービィを操ってみんなで助け合って大冒険。集めれば集めるほど強くなるカービィのアクションゲーム、集めてカービィ。